フラットパネルディスプレイ、先ほど空洞化の話も出ていましたけれども、それに代わる新たな市場というものは何かないでしょうか。まあ、当然今話題になっているのは有機ELテレビと、はい、いうことが言えるかと思います。まあ、今現状ですね、有機ELテレビに使われるガラスは液晶のガラスと全く同じガラスを使われているということで、まあ、有機ELが伸びれば、ガラスも伸びるだろうということは想像できますけれども、まあ、有機ELテレビ自身がですね、まあ、今後どう発展するかっていうのは非常に難しい、点があると思います。というのは液晶がですね、あまりにも高度化していったと、高精細になった、そして薄くなってきたと、まあ、従来有機ELテレビのは画像がいい、それから非常に薄いということを宣伝されてたんですけど、それをかなり液晶テレビがキャッチアップされた。そうすると値段的なメリットが有機ELテレビで出るかどうかですね、まあ、技術というよりも市場性といいますかね、まあ、その辺が一つ大きな壁になるかと思います。まあ、ただある分野、まあ、例えば、まあ、壁にかけるテレビはどうなるか分かりませんけども、そういう本当に薄い意味合いがあるところが有機ELがあるでしょうし、それからもう一つはやはり今でもそうですけども、いわゆるモバイル系ですね、まあ、そういうものに関する有機ELまあ、今回、Apple さんが次期モデルは有機ELを使うということを宣伝されます。実際、サンセさん自身はもうすでに有機ELを使われていると、まあ、そういう中でその分野がどう今後いくかで、これはですね、ここの分野はむしろ もしかしたら樹脂化する可能性はないことはない。先ほども少しお話ししました、曲げられるという、まあ、ガラスでも大きな湾曲はできますけどね、まあ、小さなもので非常にフレキシブルに、ま、曲げるという分野が出てくれば有機ELでかつ樹脂でということで、そういう意味合いからするとガラスのから樹脂化というのはここでも出てくるだろうと思う。ただメインになるところはやはり樹脂の場合はですね、割と大きくした場合、それを支えるフレームというのが必要になりますね。でガラスはやっぱりどこまで薄くしても剛性があると、まあ、これは自立できる強さなんですね。ですから実際問題、本当にテレビ化した時に樹脂化するかと、まあ、これはなかなかいくらいい樹脂が出てきても難しいかなと、そう思ってます。最後になるんですけれども、今後ガラス産業連合会をリードする立場から一言お願いしたいというふうに思います。はい、先日ですね、日経産業新聞にガラス、樹脂への逆襲って書いてたかな、構成、うん、逆構成というんですかね、そういう記事が載っておりました。まあ、記事自身はね、記者自身もガラスの専門家じゃないんで、表層的な記事になってしまってますけど、いわゆる目の付けどころは非常に記者いいなと、そう思いました。いい記事だったと思います。で、まあ、中でやはり先ほど冒頭私がお話いろいろしましたけれども、やっぱりガラスというのは樹脂に侵略されてるんですね。まあ、そういう歴史があると、まあ、それを逆襲するというのはやはりこれからガラスにとって非常に重要なことだろうと思いますね。ガラスというのはいわゆるどんな元素でも入ると、ですからいろんな特性を引き出すことができる、かつ安定しているという、それからまあ成形性もそうですし、それから電気的にも全ての特性がですね、非常に素晴らしい特性を持っていると。でこの特性を生かす分野ですね、今まで新しい分野でなかなか目につきにくいんですけど、少なくとも樹脂に取られたところをもう一度取ってやろうと、取り返してやろうというぐらいのですね、研究していかなければならない、そう思ってます。で一つはですね、最近いろんなガラス各社出されてます。まあ、当社だけの話をすればですね、今35ミクロンの薄さで600幅ミリの幅で、まあ、これ100メーターぐらいロールで巻けると、100ミクロンならばですね、1メーター幅で1000メーター巻けるんですね。まあ、そこまでいってるんですね。そういう薄いガラスというのはやっぱり一つ樹脂との樹脂フィルムとも対抗できる材料であることは事実ですし、それからものすごい細い細管っていうんですよね、はなかなか樹脂で均一のものはなかなかできないですね。でかつ、100杯ぐらいのですね、大きく下管もできると、つないでよければメーター角、メーター径でもいけると、まあ、そのぐらいの小さいものから大きいもの、それから小さくなって、例えばプリズムなんて
うちのやつは確か 0.3 だと思うんですね。 0.3 のプリズム、ここまでいきますとガラスでないとこの精度は出ないんですね。樹脂ではなかなか小さくなってくると出ないというところがあると、まあ、そういう分野をですね生かしていきたいと。で、先ほどブラウン管の話から液晶のテレビ、まあ、非常に大量生産のガラスの話しましたけども、だんだんこの分野というのは減ってくると思うんですね。どうしても減らざるを得ない、やはり付加価値のある小さいものというのは、最近 IoT とか言っていろいろ流行ってますけど、まああれがどうなっていくかは別として、これを支えているのは非常に小さい電子部品、またその中に含まれるガラスなんですね。やはり小型化しないとなかなか IoT は発展しないと思いますね。大型のものではそういうどこでもという、まあ、メガネにつけてどうこうとかそういうこともできないですからね、まあ、そういう意味で、今後は世の中の中で一個一個は小さいけどもたくさん使われる部材としてガラスというのは非常にまた大きなポテンシャルを持っていると、まあ、そういうところにですねもっと工業界もそれから学の先生方も含めてですねそれをバックアップしていただいてですね、新しい分野樹脂に再構成をかけるということをですねキャッチフレーズに一つやりたいなとそう思ってます。もう一つはですね、やはり樹脂を敵に見たらいかんとやはり味方といいますかね、樹脂と共同できる分野はやっぱり共同していきたい。まあ幸い、前任者の狐塚さんと私と両方ともガラス繊維やってます、うん、これは樹脂を強化用のガラス繊維ですからね、まあ、そういう意味では樹脂メーカーとは非常に親しい関係でお互いに伸ばしてきたという関係があります。これと同じようなものがですねやはりこれからあるだろうと思います。これは樹脂に限らず金属である、そしてまたセラミックであると、やはり多材料との複合、まあ最近流行りでオープンイノベーションなんていう言葉ありますけどね、まあ、そういうスタイルを取りながらですねガラス業界の中に固まってるんだけではなくてもう少し広い分野、まあ業界も広くする、活躍する場合も世界に持っていくと、そして業界だけ、学だけ、官だけというんじゃなくて、まあ、全てがやっぱり統合した形ですね、動ける形にぜひ持っていきたいとそう思っています。ガラス産業連合会の会長にご就任いただいて今後ますますガラス業界を引っ張っていただくようにお願いいたします。本当今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。